はい、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい、えーとですね、ウォークインザスピリットさんがあ、興味深い記事を上げておりました。はい。えー、まあ何がかというとね、世界各地で起きる決体な交通事故でございます。はい、えー、一体何なんでしょうかね、この決体な交通事故は。普通ではありえないような交通事故が起きています。 はい。えー、つまりですね。まあ、いわゆるね。えー、まあ、お店の中に突っ込んでしまったりとかね。えー、ぬっぽんでもありましたよね。そういうことが、大きなバスが突っ込んできたりとかね。はい。まあ、そういったね。決対な、ありえない事故のことを挙げております。 はい。皆さんね、なんか全世界的にね、はい。えー、脳みそにね、症の外外でも起こるようなことがね、起きているみたいですね、どうやら。はい。えー、これね、本当に普通の感覚ではありえません。はい。いろんなタイプの事項のね、えー、まあ、写真とか、はい、ビデオとかがね、えー、載せてあります。 はい。えー、世界共通ですね。こういうふうな、あ事故が多くなってきたのは。まあ、どうしてなのかっていうのはだいうすうす分かってますよね。皆さんだったら。はい。ここに来るような方だったら、多分ね、分かってらっしゃると思います。はい。えー、まあ、そういうことですね。えー、どんどんとこういったことが、あ、多分ね、 多くなってきます。まだね、今のところはね、えー、いわゆるエアプラインのね、えー、事故は、あまあ、寸んでのところでね、止められていますけど、えー、まあ、こちらの方もね、えー、どんどんと危なくなってきてますね。まあ、あ今ね、えー、アメちゃんなんかのね、エアプラインの会社なんかでは、 あ食べてない人をね、かなり募集してるみたいなんで、えー、ここら辺はね、もしかしたら少しは回避できるかもしれませんけど、日本はね、あれですから、食べちゃってますからね、皆さん。はい、食べてない人っているんでしょうかね、この業界で。はい、あの業界でね。はい、えー、まあ、そうこう言っててもね、はい、えー、まあ、バスやらね、はい、えー、まあ、車はね、 え多いですよね。まあ、個人の車は結構ね、えー、こういったね、ありえない事故がねえ、多くなってはきていますけど、この公共の交通機関ですね。はい、電の車とかね、はい、えー、バスとかねえ、こういったものがね、えー、こういったありえないようなね、事故を起こすと大変悲惨なことになりますのでね、皆さん外出時には気をつけましょう。はい。 そういうことですか。外出時には気をつけましょう。例えばね、電車でも先頭の車両には乗らないとか。はい。まあそういうことですね。はい。まあモノレールなんかはただね、レールの上走ってるので、あ、はい、別にあれね、あのー、なんていうのかな。ああ、ブレーキとアクセルぐらいしかないんでね。まあ大丈夫だとは思いますけど、まあねー。 これからどんどんとこういったことが増えてくると思いますよ。はい。えー、まあ、路上なんかでもね、個人の、まあ、なんて言うのかな。えー、ね、多分まあね、例のものをね、えー、えー、いっぱい行けちゃってる人ですね。いっぱい行けちゃってる人がね、えー、まあ、運転なんかをしているわけですよ。はい。 え、車をね。はい。え、そういうわけでね、本当に気をつけなきゃいけない事態になってきてると思います。私もね、時々、あの、見ますよ。あの、歩いてるとね、ゾノね、ゾノ、うんびウんびみたいなね、えー、顔色をした人がね、えー、運転してる、ちょっと危なっかしい例を何件か見たことがございます。はい。えー、たまにね、 あの、ワナンバーなんかがね、ワナンバーって言ったら、あの、申し訳ないんですけど、ワナンバーとかレナンバーですね。ええー、よく、あのー、まあ、これ私外出するの少ないんですけど、それでも見るんですよ。あの、警察の車がね、後ろに止まってて、その前にね、ワナンバーの車がいるんですよ。で、人誰もいないんでね、多分人身なんだろうなと思って、 えー、見てました。そういう例も結構参見されます。沖縄の場合はね、こう、あのー、まあ、レンタカーなんかね、えー、ばっくりばっくり行けちゃってる人がね、借りて運転してることがね、非常に多いのでね、はい、えー、特に那覇市内はね、えー、なので気をつけないといけないなって本当に、えー、思います。はい。 まあ、そんなこんなですね。こちらの記事もまあ、貼っておきますと、本当にありえない事故増えてますね。はい。え、というわけで、こちらはね、えー、春のそよ風が吹くね、えー、キッチャテンとね、はい、えー、冬のね、えー、いなんていうのかな、いな、あのー、マントルピースですね。で、くつろぐ、ぬこちゃんです。こちらはね、やはり、うんぎゃさんが、 ギャさんがね、あのー、あれになってます。はい。<laughs> モデルになってます。で、こちらにいるのは一応ね、ミケさんです。はい。えー、他の猫どうしたって突っ込まないでください。一応死体が 2, 2匹だけだったんでね。はい。まあ、そんなこんなでございます。はい。えー、それではね、皆さんまたあ、ごきげんよう、沖縄おばばでございました。